ナミさんどうも動画ありがとうございます。まあ不思議な体験ってのは時にして重大な心の変化を出すもんですよね。で今回のことも不思議だなと思って聞かせてもらったんですけどね、まあ、ちなみにですねナミさん、この話とはちょっと違うんですけども、安倍総理は実はね替え玉だったとかね、今回の事件にはリハーサルがあったとか、他にも銃を構えていた人がいるとか、これ陰謀論で仕組まれていたんだとかね、なんか様々な憶測が出てきて、それをあたかも本当であるかのように脚色してね、結論ありきでストーリーを後付けするような人がやっぱ出てくるんですよね。なんか一人の人間の死をそうまで茶化すものなのかなと思ってね、なんか嘆かしい気持ちにもなるんですけども、なんかそんなこと聞いたことないですかね。私としてはね、安倍総理のアベノミクスに対していろいろとね、それは違うんじゃないかとかね、動画を作って安倍政治を必ずしも支持してきたわけではないところも動画で上げてましたけども、でも今ねこうして思うとなんかすごく寂しいなという気持ちがして泣けてきましたね。この人とまあ難しい時代を一緒に過ごしたんだなと、そして安倍晋三という生まれながらにして政治家としての道以外を歩くことを許されなかったね、まあそんな人物がこの日本の将来を憂いて、この日本の国民を守ってくれたのかなと。だけどもその守ったはずの国民にこんなことになってしまってね、平和で安全な国を作ったがゆえにその中で起きた不満や、それからまあ怒りですよね、そういったものが結局は安倍総理に向かってしまったのかなと、なんか寂しいですねとってもね、私はもうとにかく寂しくて、ね、泣けてきましたね安倍総理のことを、今思えばあのアベノマスクっていうのも全ての国民に安倍元総理が送ってくれた形見になってしまったかなというところもありますし、安倍元総理がね SNS にアップした「お家へ帰ろう」というねあのエピソードも、なんか一つね悲しみを誘うなと、安倍総理はきっとね、この国のために働けてよかったというふうに思いながら今お家へ帰っていくのかなと思うわけですよね。いやどうも動画ありがとうございました。あまり多く語ることなくこれで終わっていこうかと思います。それじゃあ吉田さんが行くそうなんでよろしくお願いします。ありがとうございました。